クサル様、大変です。パルミナ女王が巫女たちと来ていますよ。何？なぜここに？この辺りから強い水の淀みを感じます。あなたたちが水源を乱していたのですね。チッ、おとなしくマナの木へ向かっていればいいものを。なぜ民を苦しめてまでニキータ様を陥れようとするのですか？それはもちろん、わしが玉座につくためですな。より良きエリスタニアのために必要な苦しみである。わしが王となるため、ちょっとくらいは我慢してもらわないと。一部の者を優遇し、大多数に苦労を強いるあなたのやり方は、エリスタニアの悪習であり、決別すべきものです。力と知恵のある者がそうでない者を管理する。エリスタニアはそうして繁栄してきたんじゃありませんか？そして悪臭とやらを変えようとしたパルミナ女王が巫女に選ばれたことこそが女神の出した答えでは？パルミナ女王はエリスタニアには不要ということだ。巫女に選ばれることは何よりも尊いことだ。都合よくお前の悪事に結びつけようとするな。巫女に選ばれることが尊い？はっ、わしなら世界のために死ぬのなんてごめんだな。本件が露見してしまった以上、お前らを消すしかなかろう。巫女の一行が全滅か。それもまた面白い世になりそうだ。まさかフルメタルハガーが倒されるとは。
ここまでだ、大臣プサル。お前が玉座につくことはないだろう。これで安心してマナの木に行けるな。巫女になることをありがたがるなんて、理解に苦しむ連中だ。おっさんの言うことの方が理解できへんわ。逆立ちしても巫女に選ばれへん。ひがみちゃうか。我々は大精霊とフェアリーに認められたことを光栄に思っている。歴代の巫女がそうしてきたように、我々も命を未来につなぐんだ。自分の人生だぞ。やりたいように生きなくてどうする。他の人を苦しめてまでやりたいことなんて私たちにはないの。なるほど、己に執着のないものが巫女に選ばれるようだな。なんて虚しい人生だろうか。せいぜいマナの木までの短い人生を全うするがいい。あ、逃げた。追わなくて大丈夫です。あとは兵士に任せましょう。あんさんら大きにな。ウンディーネ様。いやー、えらい目に遭うたわ。フルメタルハガーってやつのせいでな、水源が荒らされるわ、うちも弱っちゃうわね。もう最悪。あいつらを懲らしめてくれたあんたらやろ。おきにな。さすが水の巫女や。いえ、私は水の巫女としてではなく、エリスタニアの女王として水源の不調を調べに来たのです。最後の仕事ってやつやね。フェアリーからいろいろ聞かされとるけど、その顔を見るにもう覚悟はできたんやろ。ええ、全ての憂いはなくなりました。皆さん、ニキータ様の疑いも晴れることでしょう。エリスタニアに帰りましょう。うん。ウンディーネ様をお助けすることができてよかったですわ。これでも安心やな。早く帰って安心させたろ。え、そうですね。エリスタニアに戻りましょう。